はい、皆さんこんにちは、タートルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、腹筋よりも腹圧のかけ方でお腹がへこむというテーマで進めていきます。腹横筋っていうのはお腹を一周巻いている腹巻きのような腹筋群になるんですけども、この腹筋群が鍛えられるとお腹っていうのは腹筋よりもへこむんです。なぜかというと、お腹にさらしをぐるぐる巻きにしたと想定しましょう。今よりもお腹って締め付けられてへこみますよね。腹横筋が鍛えられるとそういった状態を作りやすくなります。そこで今回は腹圧をかけやすくするためにキャットバックというのを5回、その後に腹圧をかける方法というのを紹介していきます。そして最後にですね、腹圧をかけれるようになった状態で最後に腹筋、腹横筋を同時に使うメニューをやっていきます。腹横筋が鍛えられて腹圧がかけれてもですね、例えば反り腰になっている、腰痛がある、そういった原因があってしまうと、やはりお腹って伸びた状態になってしまって下腹がポッコリ出てしまうので、その改善として、反り腰の改善としてキャットバックを行って腹圧をかけます。お腹をへこませたいよーって方はですね、一緒に頑張ってやっていきましょう。それでは行きます。まずスマートフォンは顔の下に置いて四つん這いになりましょう。この状態でお腹をへこませながら腰を丸めます。腰を丸めて腰を反らすんではなくって、丸めたら力を抜くだけです。丸める、抜く、丸める、抜くっていうことを今から5回やっていきましょう。お腹を丸めながら5秒間意識して息を吐いてください。力を抜いたら息を吸ってください。それでは行きます。しっかり吸ってから吐きます。スタート。ふー、戻す。ふー、戻す。息しっかり吐いて腰丸めます。お腹へこませて、あと2回。ラスト。OK です。今ので腰を丸める意識ができました。そしてお腹をへこませる、息を吐くっていう意識ができました。これで一緒に腹圧をかけていきます。スマホは手に持ったままできます。まずカエル足を作ります。足を斜め45度に向けます。この状態で膝を曲げます。そしたらお腹をへこませながら、お尻を締めながら体を持ち上げていきます。横から見ると反れてる腰を丸めてお腹をへこませながら、ふーって最後までお尻を締め切ります。お腹もへこましたままです。これを一緒に5回やっていきましょう。立ったら息を吸って、膝曲げて吐きながら立ち上がっていきます。息は5秒間吐いてください。それではいきます。コツはお腹をへこませてお尻を締めることです。いきましょう。息吐きます。しっかり上がって1、ふう吐いて2、3、お腹をどんどんへこませておへそを上向ける感じです。し、しっかり上に伸びて5、はい、 OK です。今お尻とお腹が締まっていると思います。この状態が通常の状態です。今の腹横筋を使う意識、お尻を締める意識、腰を丸める意識、お腹へこませる意識、今の意識をしたままで今度は腹横腹筋をやっていきます。スマホは手に持ったままでいきます。足を曲げたら、足の裏を合わせて膝を開きます。腰をしっかり床につけます。手を前に伸ばします。スマートフォンを前に持っていく感じでキープします。息10秒間吐いてください。息なくなったら戻っていいです。これを今から5回やっていきましょう。とにかく腰を丸めてお腹をへこませる、さっきの腹圧の意識です。息は止めないようにしてください。それでは行きます。スタート。2、3、4、5、6、7、8、9、10。せーの。お腹をどんどんへこませて5、6、7、8、9、10。せーの、1、2、息しっかり吐いてください。4、5、6、7、8、9、10。せーの、1、2、
10、はい、ラストです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。あー、お疲れ様でした。今のキャットバック、そしてカエル足で腹圧をかける、最後にカエル足でフロッグクランチを行う、この3つがねポイントです。で、実は腹筋をせっせこせっせこやってもですね、表面だけ使ってしまって腹横筋っていうのはあんまり鍛えられません。解説、息をしっかり吐く、もしくは止まったまま息を吐き続けるっていうのが腹筋も腹横筋も使えます。で、腹横筋だけ使ったらお腹へこむんじゃないのって思うんですが、実は腹筋をするメリットもあるんです。腹筋が弱いとやはりお腹が伸びてしまって腰が反れやすくなって下腹がポコンと出やすくなるので、腹筋というのも大事なんです。お腹がへこみにくいよ、腰が反れてるよっていう方はですね、今回の腹圧のかけ方次第と腹横筋を鍛えながら腹筋も鍛える、今のフロッグクランチというのがおすすめです。頑張ってやってみたよとかならですね、グッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、動画のシェアとかご協力ください。 Twitter や Instagram の方でも動画を配信してますので、説明欄からフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。